子供たちの世代に、この村が残せないんじゃないかとか、まあ、当時消滅可能性都市なんていうあのリストがあるんですが、そこにももちろん阿智村載ってますし、長野県阿智村の松下仁志です。阿智村の観光を、担う阿智昼神観光局の企画戦略部長をしております。村内のイベントのプロデュースですとか、デザインの方も現場のディレクションの方も、携わっております。日本中の中山間地が同じ課題を抱えていると思うんですが、人口減少っていう課題を抱えてて、で、人口減少なんで起きるのっていうのをやっぱり考えた時に、働く場所、こんな山の中の小さな村なんで産業がない、雇用機会がないっていうところが、一番の課題なんじゃないかっていうことで、このまま放っておいたら、今私たちはその仕事できてますけど、自分の子供たちの世代に、この村が残せないんじゃないかとか、次世代に引き継げないんじゃないかっていうところにすごく危機感を感じて、地域にきちんとお金が落ちる仕組みを作ろうっていうことで、もう有志が集まってっていう形でのプロジェクトスタートだったと思います。阿智村が、環境省が実施する全国星空継続観察っていうもので、最も星空観察に適した場所っていうのに、過去に選ばれておるんですが、最初はもう安易な発想で、高いところに行けばより高くて暗いところに行けば星きれいに見えるんじゃないっていうところで、そしたら天の川が天頂をドーンと動いてまして、あんまり気にしたことなかったんですけど、こんなにすげえんだっていうのをその時感じて、日本中の人に見ていただきたいなっていう思いも結構芽生えてきまして、越野村っていう村づくりを進めてます。やっぱりこういう山の中の村である程度やろうって言った時に、一緒にそうだそうだってやろうとしてくれる人がいたのも確かですし、あと阿智村だからこそっていうのは、もう本当にこの山の中で自然が残ってた、星が見えたっていう、もうこの星満天の星空があるっていうのが、もう本当阿智村ならではの一番良かったところかなと。呉城の滝っていうところなんですけど、もう標高が1000メートル以上の場所で、しかも真正面に南アルプスが見えまして、自然が残ってるなっていうのを感じさせてくれる場所。あとその滝見台から、皿投げ祈願っていって、お皿を投げていろいろお願い事をしたりとか占いをしたりとかできるようになってまして、今後お客さんたくさん来ていただけるスポットになるんじゃないかなっていうふうに感じてます。阿智川っていう川が、温泉街の中心に流れてて、子供の頃からみんな川遊びしたりして育ったんですけど、夏になると、大体車にバーベキューセットが積んであって、今の時期でも事務所に海水パンツが置いてありますけど、基本腰の仕事で夜仕事してることが多いんで、昼間は仕事のパートナーの方だったりとかと、ちょっと人泳ぎしようかって言ってフラッと行っちゃう時も、阿智村の自然の良さをみんなに知って体験してもらっております。信濃比叡っていうお寺行って、そこが比叡山の延暦寺から比叡っていう呼称を許されている場所っていうことで、そこに不滅の法灯っていう火がありまして、一番最初に天台宗を開いた時につけた明かりって言われてまして、比叡山の本山の方では一般公開されてないんで見ることはできないんですけど、この信濃比叡では意外と緩く見れることができまして毎朝その和尚さんが油を毎朝足してて、それを一人でも忘れたら、油がなくなってしまったら火が消えちゃうと。でそこから油断っていう、油を断つっていう言葉が生まれたっていうのを最初行った時に聞きまして、油断してはいけないなっていうのを常に思わされる場所ですね。大阪屋さんっていう、なぜか阿智村なのに大阪屋っていう名前がついてる不思議なお店なんですけど、昔ながらの食堂で父ちゃん母ちゃん2人でやってて、いつも行くと笑顔で迎え入れてくれまして、とにかくカツ丼がうまいんです。地元のタケノコが入ったカツ丼で、たまに食べたくなって月に1回か2回は必ず行きますね。
浪江パークっていう場所で、まあ、本当に専門的に星を、まあ、ゆっくり眺めたいとか子供に星を見せたいっていう親御さんだったりとかにはすごくおすすめです。まあ、ちょっと今冬で営業してないんですけど、樹脂のプライベートデッキがありまして、まあ、地面と壁はきちんと整備してあって、まあ、天井は満天の星空っていうあの設定になってまして、今ならまだあの全然予約もできるんで、うん、そんなところも楽しんでいただきたいなっていう、あ、ここってすごいなっていう、その自然風景って結構たくさんあると思うんです。本当に自分だけの、あの素敵なスポットっていうのを探して、あのそんなに歩いてもらってもいいと思いますし、まあ、本当星、まあ、星だけじゃなくて本当に自然が溢れてますんで、気楽に2日間3日間滞在していただければ素敵なスポット1つ2つは絶対見つかると思います。まあ、自分たちが子供だった時に普通に川に入って川で遊んだりとか、まあ、それでまた自然の怖さももちろん危険なこととかも知ったりしたけど、まあ、都会に住んでるともう全くそういうのも知らずに大人になっちゃうと思うんで、いろんな自然に触れ合えるっていうのは、あの子供の頃から危ないことも楽しいこともいろいろあの体験してきた阿智村っていうのはすごくいいとこだなと思うし、あの子供たちにもあのここで育っていってほしいなと思うし、若い子たちがまたちゃんと帰ってきてもらえる村っていうのを、働く場所はきちんと作らなきゃいけない、星空の村っていうところで10年後50年後100年後もやっていきたいなとは思いますん で、まあ、私がいなくなってもあの次の世代の方々にきちんと引き継いでいきたいなとは思いますので、そこら辺の人材教育とかも含めて、まあ、今やらなきゃなっていうのはすごく感じてます。